カジノでスロットマシンに興じる人々カジノは賭博を行う施設の一つ。ルーレットやブラックジャックなどのゲームで金銭をかける場所。日本で言うとば。語源は家を指すイタリア語のカーサに縮小の語尾、イノがついたものである。言語によりカジノあるいはカシノと発音される。語源のイタリア語では基本カジノ、フランス語、ポルトガル語などもカジノ、 スペイン語や英語では通常、カシノと発音される。ドイツ語のように地域によって S の発音が異なる場合など、どちらもあるいはその中間もあり得る。1800年代を舞台としたカジノ内の絵カジノは、客を誘い込むような派手な建物が多いカジノはヨーロッパ起源とされる。ルイ15世の時代に、フランスにおいてカジノの元となる、上流階級向けや庶民向けの賭博場が広まった。 フランス革命によって王政が倒れると、賭博に対する制限がなくなりさらに流行したが、総裁政府の時代には、賭博場を公認としてコントロールしつつ、課税するようになった。ナポレオンは、賭博規制を行った。第三共和制の1907年に広報化された。イタリアでは1638年に、世界最古と言われるカジノデヴェネツィアが作られた。ドイツでは、 保養地のバーデンバーデンに最古のカジノができた。後発のビースバーデンのカジノは1771年設立という記録が残っている。イギリスには継続営業中のカジノとしては世界最古のクロックフォードが現存する。モナコでも19世紀にカジノが広まった。アメリカでは1931年にネバダ州で合法化され、1940年代にはラスベガスが カジノの街として急速に発展した。1960年後半から1970年代になるとスペイン、オランダ、オーストラリア、南アフリカ共和国、ケニア、セネガル、アメリカのニュージャージー州などで合法化され新しいカジノが作られた。1960年代以降、ラスベガスでは装飾や建築物を一つのテーマに合わせたテーマカジノが建設され、 家族連れや地元客をターゲットにした新しいカジノが発展した。ショーやリゾート施設といったエンターテインメントとの融合施設が主流となっている。カジノゲーム自体では他社と差別化が図れないのがカジノビジネスの欠点であった。しかしエンターテインメントショーで実写に顧客を集め、たとえエンターテインメントショー自体が赤字でもギャンブルから収益を得るビジネスモデルが一般化している。 その後、カジノは120カ国以上で合法化されており、国によって制限内容は大きく異なる。世界で2000件以上のカジノが存在し、観光資源の一つとして競争が行われている。1950年代のラスベガスに代表されるように、非合法組織の関与は大きな問題とされ、それに対抗する規制強化が行われてきた。1 9九十年代後半には、 マカオにおいてカジノをめぐる構想が激化したが、現在は人生化している。ヨーロッパでは格式の高いカジノがあり、ネクタイ着用など服装規定が定められている場合が多い。イギリスには126件のカジノがあり、主要都市に分散している。ドイツのバーデン・バーデンなどのカジノはその歴史から名所の一つになっている。それ以外に、 第二次世界大戦後に新設されたカジノも存在する。フランスには小さいものを含めれば160件以上のカジノが存在し、カンヌやニースの高級ホテルの近くには一流のカジノがある。その他、モナコのモンテカルロには1863年開業のグランカジノをはじめとして4つのカジノが集中している。イタリアのベネツィアには大衆向けカジノの他に大運河沿いに ヨーロッパで最も格式が高いカジノがある。ポルトガルは8つのカジノがあり、かつては上流階級が集う社交場だったが、カジノを禁止していたスペインが1977年に合法化すると客足を奪われた。スペインには25件のカジノがあるが、大都市では禁止されている。オランダにあるアムステルダムスキポール空港のカジノは、世界初の空港カジノとして注目された。 ベルギー、オーストリア、マルタ、スウェーデンにも小規模なカジノが存在する。デンマークは1991年、スイスは2000年から合法になった。マルタでは2017年に女性記者が殺害された事件で関与したとして、複数のカジノを経営していた男が逮捕され2019年、欧州評議会は、反汚職の取り組みが不十分で規制強化が必要と指摘した。 アメリカ合衆国カジノの扱いは州によって異なり、10の州では合法とされているが2つの州ではカジノに限らず一切のギャンブルが禁止されている。ラスベガスは1931年にネバダ州がギャンブルを合法化してからカジノの街として急速に発展した。当初は銀行が融資を避けたため複数の犯罪組織が資金提供や乗っ取りを行って経営に関与し、 組織間の構想まで行われた。1959年にカジノのライセンスを管理するゲーミングコミッションとゲーミング管理委員会が設立され犯罪に関わりのある人物の排除やマネーロンダリングに対する厳しい取り締まりを行うことで犯罪組織の影響を払拭した。2000年の統計ではネバダ州のカジノ全体の収益は96億ドル。国内で1位である。 ニュージャージー州では1976年に保養地のアトランティック式限定でカジノを合法化した。ラスベガス以上に厳しい規制があることからカジノは12件と小規模だがニューヨークなどの大都市が近いため年間3800万人が訪れ1件あたりの収益率は高い。1980年代前半までアメリカ国内でカジノが合法化されていたのは ネバダ州とニュージャージー州だけだったが、1980年代後半から他の州でも合法化され、ミシシッピ州のチュニカのように経済発展する地域が生まれた。インディアナ州やアイオワ州などでは戦場にカジノが作られ、クルーズしながらあるいは桟橋に繋いだままゲームが行われている。上記以外にインディアン自治区におけるカジノが存在する。いくつかの自治区が、 チャリティ等の目的限定で合法化している貧乏について制限を守らなかったことで州に訴えられたが自治区では州の禁止には従うが規制には従う必要がないと主張し認められた自治区における賭博のルール作りのため1988年にインディアン賭博規定法令が定められたこの法により州と自治区の間で事前に協議が必要になったが 禁止されていないゲームについて、カジノを開くことが認められた。1992年に開業したコネチカット州のフォックスウーズリゾートカジノが成功すると、他の州の自治区でもカジノが建設され、2000年時点でインディアンカジノは24以上の州に存在し、全体の利益はネバダ州を上回る約100億ドルと推測されている。ラテンアメリカアルゼンチンには、 南米最大のカジノ、セントラルカジノをはじめとして23のカジノが存在する。その他に、コスタリカ、ホンジュラス、パナマ、チリ、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、スリナム、ウルグアイにもカジノが存在する。ブラジル、ペルー、ボリビアでは、非合法とされている。カリブ海諸国では、観光資源の一つとして、新しいカジノが建てられている。さらに、 税法上などの点からインターネットを使用したカジノの企業が拠点としている。ただしアメリカ合衆国等法律でインターネット上のギャンブルを禁止している国から利用した場合は違法になる。マカオポルトガルから中華人民共和国に返還されたマカオにはもともとカジノが存在したが2001年から外国資本を導入したことでカジノ都市として急成長し、 ラスベガスを上回る利益を上げるほどに成長した。ザベネチアン・マカオは世界最大のカジノとして知られる。その他にマレーシア、フィリピン、ネパール、大韓民国は比較的早い段階からカジノを認め利益を上げている。特にマレーシア・原点ハイランドのカジノは1978年開業で人気が高い。フィリピンのカジノは地元客が多いが 韓国のカジノは、旗前郡にある高原ランドを除き外国人専用で、入場には国籍チェックでパスポートが必要であり、日本に一番近いカジノ合法国であったことから、客の9割が日本人であった。しかし、近年は中国人観光客の急増により、客の大半が中華人民共和国からの客である。上記の国家に追従する形で、インド、 スリランカ、カンボジアでも合法化され、新たにカジノが建設されている。シンガポールも2005年にカジノが合法化され、2010年2月に先頭さじまに複合レジャー施設とともにオープンした。韓国ォ温度の半官半民のカジノリゾートでは、従業員採用をめぐり2012から2013年に採用された約520人の大半が、 国会議員や中央省庁の公務員らの口聞きを受けていた大規模な不正が2015年に発覚した。日本現在、刑法185条及び186条によって公営ギャンブルを除いた賭博行為が禁止されているため、国内でのカジノの設置は認められていない。しかし、海外のカジノで一般的に行われている遊戯自体が禁じられているわけではない。 風俗営業法の第2条第5号に定義される営業として、景品や金銭と交換できないチップやメダルなどの遊戯媒体を用い、客がカジノ的な雰囲気を楽しむカジノバーやメダルゲーム場などの営業を行うことは妨げていない。また、第5号営業でカジノ風の店を営業していることを単にカジノと称している場合もある。しかし、これを隠れみのとして、 賭博を行う者も,も存在し、たびたび摘発されている。またそれら違法営業の中には、パチンコパチスロ機を用いた業態も現れている。外交特権を隠れ身のとし、外交官宅などに、カジノが設置される事例もあるが、2010年に、元中日コートジボワールの外交官の関連施設が、2014年には、中日ガーナ大使の自宅が摘発を受けている。 また、インターネットを使って、世界のオンラインカジノを日本から接続してプレイすることも可能となっており、現在のところ、これが違法であるという判例はなく、グレーゾーンとされているが、オンラインカジノを客にプレイさせて、監禁行為を行っていた、インターネットカフェは、賭博罪の容疑で摘発されており、今後オンラインカジノの法整備が行われ、世界のオンラインカジノをプレイして摘発される。 可能性もある。一部の地方自治体の中には、税収や経済効果を求め、構造改革特区を目指す動きがある。石原慎太郎や井瀬直樹、自由民主党や公明党などの一部の議員は、国際観光産業振興議員連盟を結成して、合法化を求めている。その一方で、日本共産党、社会民主党、幸福実現党、 令和新選組は、ギャンブル依存症の拡大、多重債務の増加、青少年への悪影響、治安悪化、暴力団などの犯罪組織の資金源になるなどの恐れを理由として、火事の事態に反対している。しかし、日本でその根源になっているパチンコが、若者から高年齢層まで全国各地で、いつでも、どこでも気軽に遊戯できる全国各地にあるのに対して、 カジノは特定の場所のにしか設置ができないため、カジノ解禁がパチンコ業界では有疑者減少と規制強化されると懸念されている。立憲民主党の枝野幸男代表も日本人がギャンブルで損した金を米国に貢ぐ制度として否定的な見解を示している。2013年12月、自民、維新、生活の3党は、 特定複合観光施設区域整備推進法案を提出した。2015年4月、自民、維新、次世代の3党は特定複合観光施設区域整備推進法案を再提出した。2016年12月15日に特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律が成立した。2018年7月20日に 特定複合観光施設区域整備法が成立し、日本においてもカジノが解禁されることとなった。2019年12月、5 0 0トコムから賄賂をもらったとして、衆議院議員、秋元司が逮捕された。長期航海を行う大型クルーズ客船には、カジノが設置されている場合が多い。一部の日本船籍の客船にも、カジノと称する施設は設けられているが、船籍に基づき、 日本法が適用されることから、日本国内と同様に、第五号営業として、チップを他のものに交換できない営業を行っている。カジノが許可されている国家の船籍ならば、日本の領海外に出てから開始すれば合法である。2012年7月25日から、ハウステンボスの子会社、HTB クルーズが、長崎港と上海港間で運航するパナマ船籍の旅客船、 オーシャンローズにおいて公開場を航行中にカジノ営業を行った。しかし日中関係の変化による集客低下から10月9日の上海発便を最終便に急行した。カジノで行われるゲームはカジノゲームとも呼ばれている。一般的にカジノでは顧客を囲い込む目的からカジノで遊んだ金額や滞留時間に応じてカジノでの飲食代や 併設のホテルの宿泊費等を無料にする、もしくは割引あるいはホテルの部屋のランクを無料でアップグレードするといったサービスを行っているところが多く、これを通称コンプと呼ぶ。豊富な家事の資金を持つ客に対しては、来場に要する、渡航費をすべて家事の側が負担するといったケースもある。また、 入手が難しいホテル内のショーを予約なしで見られたり、VIP 客専用の窓口により並ばずに、チェックインチェックアウトや換金などの隠し手続きができる、といったサービスもコンプに含まれる。かつてコンプは、あらかじめ多額のゲーム資金を、カジノホテルに預けたり、スロットマシンで、高額のジャックポットを射止めた客などに与えられていたが、近年は、ラスベガスなどにおいては、 客のカジノへのロイヤルティを上げるために、ポイントサービスによるコンプを提供するカジノが増えている。この場合、会員カードを提示させたり、スロットマシンではカードリーダーに挿入させることで、掛け金の累計やカジノに滞留していた時間など遊んだ履歴を記録し、これによって客を評価して付与するコンプを半自動的に決定する。付与されるコンプは、ギャンブルでの勝ち負けは関係なく、 あくまでいくらかけて何時間遊んだかが評価される。また、評価のポイントとは別に、カジノホテル内で現金同様に利用できるポイントも付加され、客側はそのポイントの範囲内でコンプの内容を自分で選ぶことができる。また、同様のサービスはオンラインカジノでも行われており、様々な形でボーナスと呼ばれるチップを提供していることも多い。しかし、 これらのボーナスチップは受け取り後有効にするため一定期間内に一定額の賭けを行わなくてはならなかったり、ボーナスチップを賭けには使用できるが引き出すことができないなどの制約が多く、このような不自由を嫌うため、あえてボーナスを受け取らない客もいる。ベネチアン・マカオリゾート面積が広いカジノは世界的に見てアメリカに多く、 世界一の面積を誇るカジノもアメリカにあったが、近年、マカオにその座を取られた。現に2006年のカジノ収益は、マカオがラスベガスを抜き、第1位になった。下記を参照。2から4位はアメリカで、フィリピンなど、新規にカジノを作る際は、資本だけでなく運営ノウハウも提供している。ありがとうございます。